待って。ケーブルかまたあったかな。まあいいや。あああれね、迷うよね、階段か。頼む。いろんな人が多いときであっちの階段を絶対選ぶから一人は階段にしなかった。一人のおじさんは悩んだけど、あっち多分回り道が正解だよ。一つずつオータルリフォルムを往復してるのが分かった。あんなに降らしてるとこも行くの大変だったよ、川口湖、うん、あの状態結構影響で食べてるんですか。っていうか、そこ川口湖じゃねえや、相模湖。あ、カラちゃんがいる。どこでっけ、なんかでかくない、なんかでかくないっすか、パパはカラさん、歩くんか、今かわいい、どうしたの、飛んでっちゃった、かっこいい、かわいいなくていいよ、かわいい、うん、犬が怖いよ。ね、あのカラちゃんでけえな。ね。カラちょっと危ねえ人じゃないかなと思って、ちょっと犬見て可愛かった。ポンテキ。かわいいな、わかる。間に合うかな。何が？何の差は？これと見合う。買わなくなっちゃったね、全然靴とか。まああるからな、確かに。最近なんかメルカリとかさ。そうなんだ。下手したらさ、あの楽天とかはさ、あっちで買った方がさ、安くなってる時あるじゃん、すごい。あるある。だからそっちで通販やっぱ、だから通販強いなって思うと。今宅配業者の人が大変なのは分かるけど、仕事が頑張って、俺顔が曲がってきた、疲れすぎて、あの顔見ちゃって、今日あの郵便物どこで誰だった、え、あれあっちだよ、佐賀、え、あれはヤマトで、あ、ヤマト、あそこに入れてくれんのヤマト、佐賀は入れないからやってくれよ、佐賀さん入ってもね、お腹すいた、え、可愛かったな、これね、すごいよね、カワセミすごくない、何回見ても、うん、リアルだよ、このカワセミ、カワセミ本当に、もう一回撮ってこ、お腹すいた、超腹減った、うん、ん、超腹減ってきた、やべ、まあ結構ね、動いたしね、うん、大変ですよ、うん、俺も。いっぱい乗った登山とかや、ちゃんとやって、やってよ。てかもう、総菜系を少なくしよう。登山、登山が一番さ、楽しく痩せれるじゃん。うん。全身使うから。買ったキャベツいいな。まあ、買って、半分に切ればいいだけなんだけどね。買ったキャベツ。ただもう、その日に食べられるやつ、一個だけにしとこう、キープは。でも、前、この前、それでキープ一個だけで腐らしちゃったけど。自分編み物できるから、子供美女さんの帽子作りたいと思ってた。よし、奥行きさ、はあ、疲れてきた、さすがにちょっと疲れてきた、うん、まあでもだいぶあと下り、下りがきついんだよ、長いんだよ、一号の長いよ、ケーブルカーどうしよう、いや、ケーブルカーはいいや、そこまで、うん、いや、足たまには。こっから降りてったんだよな、四号路つながってて。プールしがある。
ヨシコーラって何？初めて聞いたね。ヨシコーラ。変に食いですよ。ここで口にして腹壊すのは。もうちょっと強制で腹壊す。11丁目くらい行っちゃうんだ。産んでる？軽く見る？右側。右側？あ、そうやね。うん。うわ、すげえ景色。あ、疲れた。あ、疲れた。ここから降りんの絶対嫌だ。地獄だよ。お腹すいた。ちいちゃん顔見るとかある。いや買おうかな。買って運転しながら食おうかなっていう、またあのテクニックし、うん、超腹減っちゃった。めっちゃ腹減ってる。きつい腹減り。あーくそ。あ、まあ明日見れるか。大見せ見たかったな今日。あると思うよ明日こそ。今日は多分ね、畜生みたいな感じで混んでてスピードが落ちてないかな。それどころじゃないって。多分警察さん、うちは買い出されてる。うん。どんな感じだろう。ケーブルか、スニッカー。どこの運転したかもしれないけど、ちょうど4時間かかった。4時間どのルートに行ったの？しんど。どこまでの4時間かわかんないけど、渋滞で。絶対嫌だけど、中央道で4時間って鼻毛だよ。四国愛知頃ですぞ。あ、まだやってるっぽい。あれ？天狗駅前やってんだ。めっちゃ人並んでるけど。あれ？なんかもう終わりみたいなイメージだったけど。いいんじゃない。何これ。俺いらねえ。ちょっと休もうかな。ちょっとここで休むか。ちょっとだけ休んでいい。現金なしとんねーとか言って。わん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 。やめろが叩かれてる。どうしたの？大丈夫かな？大丈夫でしょうか？ん？疲れました。疲れました。もう僕疲れました。家帰って寝たいでしょうんだって。じゃあモブラ諦めろ。デブー。コーンちゃん。何でもいいよ。お疲れた。すげえ疲れた。あんた。どうぞ。あ、これ。どうぞ。じゃあこれから。いいんじゃない。それともさ、イロハスがいい。うまい。なんだっていい。ミニサイズかな。スペシャル。これ一回さ、やり方覚えたいんだよ。EUPのやり方。酒飲んでた後のリフトダメなんだ。うん、まあ落ちてる可能性あるもんな。何飲もうか。
なっちゃんがいい、それともこれもある、なっちゃんがいいと思う、なっちゃんこれ絶対の余らせる気がする、うん、そうっす、うん、これでやればいいってこと、うん、休もう、疲れちゃった、あ、すげえ今いい、ちょっとだけ休んだ、こっちでいいや、